こんにちは、葉月ひまりです。今回は前回ご紹介したソウルマーケットで買ってきたラーメンたちを食べながら皆さんから募集したお悩み相談をしていきたいなと思います。久々のモッパン動画なんですけど、ちょっと早く食べたい。食べよう。いただきます。これはカルピスみたいな。ネイルがさ怖いねんな、こういうのいつも。イエーイ、乾杯。あれやん、カルピスのソーダのやつ、めっちゃ似と。いただきます。これがスパムが入ってる。何ラーメン、なんか味わからん。あとこれが、こっちがチーズラーメンかな。めっちゃ美味しそうな感じ。ヤンニョムチキン、あ、ごめん、ヤンニョムチキンやって間違えちゃった。こっちに乗ってるのが汁なしの、名前忘れた。これがチーズラーメンかってことで食べていきたいです。すごいですね、ちゃんとさ具材が入ってる。うまっ。だしの味する。牛、牛かな。これがね、なんかガーリックが入ってるの。ちょっと混ぜますね。でもすっごいガーリックの匂いすごいで、これ。悩み相談乗っていきますか。じゃあまず一つ目、好きな人と気になる人の違いは何だと思いますか。気になった時点で好きじゃない。でも若干ちゃうくない。ほんまに、うん、付き合うまではいいかなっていう人と付き合いたいなと思う人がさ、付き合うまではいいかなって思ってても気になるもん。目の保養みたいな。あーの気になるも悪くない。あー、そういう感じやと思っているけど。なるほどね、うん、私はもう気になったら多分好きやね。そうやね、一目惚れしかしたことない、うん、そうね、なんか、うん、あの友達になってから好きになるとかしたことない、そうやね、なったことないから、違うパターンもあるのね。私この人のこと好きやんかなみたいな悩んでるのかな、うん、かわいい。ダイエットが続かない、まあ、そういう時もあるよ。でも食べたい日は食べていいと思う。楽しいことをしながら自分の理想とする自分で折れたら一番いいと思うから、前後で置き換えとか。男子に悪口言われる。何歳？モテてるんじゃん。せやで、せやで、ほんまそう、ほんまにそう。まず中学生とかまでやったら男の子って恥ずかしいんですよ。ちょっと悪口言って変に関わろうとしてくるから。でもマジそうやで、だって私が言ってるのでそうです。大人は分かるよ、そういうのな、好きやねんな、うん、変わりたいねん、うん、メンヘラ彼氏を落ち着かせる方法。あ、難しい、メンヘラ彼氏、うんうん、あの女の子のメンヘラってさ、うん、結構その男の子側がメンヘラにさせてる節あるやんか、うんうん、逆ってどうなんやろ。そうか、一緒なんや、うん、私は結構男の子側の意見にこう分かるわって思うことが多いから、恋愛に関してじゃあなんか淡白というかさ、うん、会える時に仲良しだったらいいみたいな部分があるから、うん、そういうタイプですか。一緒やったら自分がちょっとな、頑張るしかないよな。まあ一番はあれやん、不安にさせへんこと、うん、ほんまにそうやと思う。でも難しくない、不安にさせへんって。飲み会とか行ったりしても女の子と一緒にやって写真送ってあげたりとかでならいいんじゃない。え、めんどくさくない。そこまでしないとさ、信じてくれへんかったら、うん、逆にそっちがなんかやましいことあるって思っちゃうけど、うん、その場合もある。なんか、うん、めっちゃ束縛してくれる人とか、自分がそういう節があるから、うんうんうん、っていう場合もある。多種類ある。うん、うん、で、ナミさんもそう。でも学生の方が悩み多そうやんな。めっちゃ多い。なんか学生とかってさ、学校が全てやん、うん、その学校の中で何かやることがあったらさ、どうしようみたいな、うん、なる子が多分多いと思うねんけど、あんまりそんなことないんけどな。そんなことない、全然一人でも大丈夫よ。私だって一人でいたんだから。一人でいたんだから。じゃあさ、これ話したいことがあって、前インスタライブでさ、小学生か時の修学旅行かな、クラスで友達がいなかったんです。本当に半期目の時に一人だけ残って、みんな友達同士でやろうやろうみたいな、私友達おらんからさ、一人だけ残って、先生みたいな、なんかいないです感じで言ったら、余ってるところ
その半決めで一人余ってるところに入れられるみたいな感じやって、それ経験したことある人多分結構少ないと思うマジで。いやまあ普通に余ってで入れられるじゃないですか。でもう喋るやつもおらんし、修学旅行って結構長いやん、うん、一泊二日とかじゃないやんか、うん、あんま記憶にないんですけど、なんかその時の写真が出てきたんですよ。あ、修学旅行じゃないか、校外学習かな、うん、いや修学旅行も一人ぼっちやったけど。小学校、うん、自然学校って、いや自然学校の時は友達おってえしかもその仲いい友達と話されたわけで、私だけ一人ぼっちみたいな、こうなんかの前で絶対写真を撮ってくださいみたいなのが、そういうのあるやんか、うんうん、でその写真が出てきたんですけど、私一人余ったのにドセンターでバリ笑顔でピースしとった一人でめっちゃ楽しんでるやん土星土星張って、ほんで周りの子らやばい温度がやばい、よう楽しめるな、そんだけメンタル、鋼のメンタルもっていう写真が前に出てきてあ、なんかおもろいなと思って、すごいな、そういうとこだけなんか大丈夫なんやと、メンタルめっちゃ弱いタイプなんですけど、そういうところだけなんか人間関係に関しては結構鋼のメンタル持ってる可能性が、うん、あるな自分って思うんですか。 YouTuber に恋をしましたって、推しとして見たいのにどうしても異性としてその人を見てしまう。でもアイドルみたいなもんなのかな YouTuber。 あれ誰ですか。結構でもかっこいい人多いかもね。充電が切れちゃいました世の中さ、何があるか分からへんから、もしかしたらってのもあるし、たださ、なんか最近さ、韓国のアイドル見とって思うけどさ、度が過ぎてる人おるやん、うん、ファンでも、うん、でもなんか苦しいな、うん、幸せやけどさ苦しいよな。クズ男ばかりに出会いすぎて恋愛するの臆病になりました、どうしたらいいですか。クズ男を好きになる子ってそういう子がタイプっていうのもあるし、一番は自分を大事にしない子がめっちゃ圧倒的に多いと思う。めっちゃ自分大事にしとったら、もうちょっとでもはって思ったことあったら、うん、許されへんと思うねんな。でもなんか周りとか見とってもこんなことがあってんな、でも好きやからみたいな、好きやからっていう気持ちはあって当然やし、いいことやと思うねんけど、だからといって一回の我慢があかんねん。なんか価値観の違いの我慢とかはいいと思うね、じゃなくて相手が明らか悪いのに自分が我慢しようと思ったら、もうそこで相手は調子乗り出すから、うん、ちょっとわがままぐらいでいいよ。そうやで、誰がどう見てもってこれやん、うん、そういう子好きになるってことは多分そういう人が好きになってまうんやと思う。好きになってまうんやったらその人をクズにさせへんように調子を乗らせない。そろそろ終わります。皆さん質問たくさんありがとうございました。美味しかったということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャルモゴスミダーって、せーの、チャルモゴスミダー。